はい、皆さんこんにちは、ワンダリングラフィッシュです。今回お届けしていくのは MLB ザショー2015メジャーリーグのゲーム、6月21日田中将大登板戦、デトロイトタイガースをホームヤンキースタジアムに迎えてのゲームをお届けしていきたいと思います。でリアルメジャーリーグでは残念ながら田中将大このゲーム3回持たず6失点で降板ということで、最短 KO されてしまったゲームなんですが、このゲーム上では何度か田中将大を、勝ち投手に、していきたいと思いますので応援よろしくお願いいたします。それでは早速プレーの方をしていきましょう。でまずは投球練習からですね、やっていきたいと思いますが、実はこの MLB ザショー2015では投球練習すごく重要になってまして、肩の温まり具合みたいな概念が導入されています。でこの投球練習をきっちりとプレーしておくと、その肩が温まった状態、少なくても投球練習をしないよりもね、肩が温まった状態で先頭バッターをね迎えることができますので、この投球練習はねきっちりとプレーをしていきたいと思います。で、あと操作方法ですね、簡単に説明しておきたいと思います。まずですね、球種を選択します。で球種は各ボタン四角、三角、丸、×そして R1 で、球種を選びます。で球種を選んだとも、×ボタンを押すとですね、投球モーションが始まります。で投球モーションが始まるとキャッチャーの上に出ているゲージが進んでいきますね。ぐーっと進んでいきますけども、端っこの方が黄色と赤になっていると思います。で赤になればなるほど一番、端っこでね止めるのが理想になるんですが、そうすると球威がいいボールがいきます。でそこで1回、×ボタンをもう1回押してですね、そうすると戻ってくるんですね。ゲージが戻ってきますんで、戻ってきたところで、黄色い線が出てますんで、その黄色い線上で止めます。で黄色い線の上で止めれば止めるほどコントロールが効いたボールがいくということになりますんで、赤い線で止めて黄色い線で止めるっていうのが、まあ、ナイスピッチングのコツになるかなと思います。というわけで、投球練習を終えて早速タイガースの1番バッターデイビスを迎えます。田中将大1回の表立ち上がりどうかというところですね。ああこれはうまいですね、デイビスこのセーフティバントは非常にうまかったですね。さあノーアウトでランナーを背負ってしまいましたが、おーいきなり走ってきたか。初球から走ってきましたねデイビス。で、ちょっと説明の途中になってしまいましたけども、ランナーを背負うとですね、先ほど説明したピッチングのゲージの進み方がご覧の通りすごく速くなるので、まあ球威を保つのもコントロールをつけるのも難しくなりますので、できるだけねランナーを出さないように、まあ、当然にはなりますけどもしていく必要があります。デイビスね、まあ、3投はないと思いますけど一応警戒だけはしておきましょう。これはファーストファールフライです。そして3番カブレラを迎えました。これはストレートがいいところに決まりました。ワンボールワンストライク。このシンカーは完全なボール球ですね。でメジャーの場合だと球数制限、まあ、かなり厳しく設けられてますんで、まあ、ボール球はねできるだけ投げないと、まあ、そういうストライクゾーンでのピッチングの組み立てが必要になってきます。カブレラはセカンドゴロに打ち取って4番マルチネスを迎えます。まずは内角にストレートから。このスライダーは外角に外れてますね。ツーボール。
真ん中やや高めにストレートが決まってツーボールワンストライクからマキャンの勇気はスライダーです。このスライダーは外角に外れてこれでスリーボールワンストライク。この真ん中のストレートはファールボールですね。このシンカーもファール。最後は伝家の宝刀スプリットで空振り三振。1回の表いきなりデイビスにセーフティーバントを決められて初球、その後の初球を盗塁決められましたけども、なんとか田中将大1回の表は0点で切り抜けています。というわけで、ヤンキースの攻撃の回を飛ばして2回の表田中将大のピッチングを見ていきましょう。まずはストレート、おお、これはボールか。ストライクって言われてもおかしくないようないいボールでしたね。第3球はスライダーを外角に投げていきましょう。これでサードゴロですね。でちょっと実は守備が僕下手なんですけども、空振りばっか狙って三振ばっかね取っていこうとするとどうしても球数が大きくなってしまうんで多くなってしまうんで、適度にね打たせて取るということを心がけていきたいと思います。これはセンター前ヒット、ワンアウトからランナーを背負ってしまいました。そして8番はブライアン・ホラデイですね。一塁ランナー走っては来ないでしょう。これは空振り三振、ツーアウトランナー一塁になります。これは外角にストレートが外れてワンボールワンストライクから、もう一球マッキャンの勇気はストレートです。今のボールか、ストライクって言ってほしいボールでしたけどね、やや外れてるんですかね。これは空振りですね。シンカー決まって2エンツー平行カウントから最後はスライダーの要求です。マキャン、これはファールですね。そしたらですね、ここはもう空振り取りましょう。スプリットです。ファールボール。最後はストレートを見逃し三振。この回も、センター前にランナーを出してしまいましたが0点で田中将大切り抜けています。さあ3回の表田中将大です。でここで、簡単にねスコアの見方とかご説明しておきたいと思いますが、画面左上にヤンキースとタイガースの、ロゴとそれぞれね、デトロイト、ニューヨークと出てると思うんですけど、その横に00って入ってますね。これはスコアが0対0ですよっていうことを表しています。先頭バッターサードゴロに打ち取ってワンアウトになりました。で、今3回の表なのでその0対0の横3で上三角がついてると思うんですが、これが3回の表ということを表しています。でその横さらに横ですね、ダイヤモンドのマークが出て記されてますけど、今ワンアウトなので丸が1個赤い丸がついています。これがワンアウトという意味ですね。でさらにその右横になりますけども、0、2って入ってますね。今これ、2ストライクという意味になってます。でその下ピッチ図というのが田中将大の現在のピッチング数、投球数ですね。
これはいい当たりでしたが、ファースト正面。以上が簡単なスコアの説明になります。さあ次の球ストレート、ちょっと外れてしまいましたね。2ボールになってます。で本当にメジャーリーグだと球数制限がね厳しいので、ストライクゾーンである程度勝負していかなきゃいけませんからね。球威は絶対に間違えられません。このカットボールは内角に決まってます。そしたら最後スプリットを投げていきましょう。これはセーフか。そして3番カブレラを迎えます。2アウトまでこぎつけてますからね。なんとかこの回も0点で抑えたいと思います。一球牽制を挟みましょう。まあ、走ってくるっていうことはね、3番カブレラの前なんでないとは思うんですが、警戒はしておきましょうね。初回はデイビス、セーフティーバントから初球スティールしてきましたからね。さあここはスプリットで空振り三振。3回の表も田中将大0点でしのいでます。まあワンバウンドのボールですね。やっぱ田中のスプリットそれなりにキレがあるんですね。さあスコア0-0のまま進んでいます。4回の表、4番マルチネスを迎えます。うわー、これは長打になる。マルチネスにツーベースヒット打たれてますね。ノーアウトランナー2塁、これはかなりのピンチになりそうですね。そして5番のセスペデスを迎えます。ちょっと慎重な投球せざるを得ないですね。これで2ボール1ストライク。マキアの要求はスライダーです。空振り、これで2エン2まで来ました。カットボールは、うわー、これは間に合うか。抑えますね。セカンドランナー戻っています。これでワンアウトランナー二塁。結構大きな当たりでしたけどね。さあマルチネスはマルチネスでも今度は6番 JD マルチネスを迎えます。いいボールですけどね、審判手が上がりません。このスライダーが外れて2ボール。このスプリットはちょっとコントロールを見せてしまいました。これで3ボール。ここは真ん中にストレート放っていきましょう。このシンカーで、ファル。これでカウントをフルカウントまで戻しました。最後はカットボールで空振り三振。ツーストライクまで、あ、ごめんなさい、ツーアウトまで来ました。そしてブライアン・ホラデイを迎えます。ここまで来たらなんとか0点で抑えたいですね。おお、どうした。ショート、ちょっとミスが出ましたね。守備のミスが、完全に打ち取った当たりだったんですが、
Andrew Romine is in for the second time here as he looks at the ball high. このスライダーがファールですね。これでワンボールワンストライク。マッキャの要求はスプリット。さあこれは一塁正面のゴロで、なんとか田中将大この回も0点で切り抜けました。0対0です。そろそろヤンキースもね、点取ってほしいですけどね。さあ回は進んで5回の表、これは審判手が上がっています。ストライクですね。このスライダーいいところに決まりましたが外れて1ボール1ストライクから、マキアの要求はストレートです。これ空振り、ワンボールツーストライクで、あとですねちょっと説明し忘れましたけども、球種の横に青い棒が横に伸びてると思うんですが、これが、まあより自信のあるボールになればなるほど青い棒が長くなると。これはイン入ってますね。おっと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 、どうしたどうした。さあこの回もランナーを背負ってしまいました。でちょっと話の途中になりましたけども、まあ自信のあるボールを中心に組み立てていきたいと思います。さあこの回もノーアウトランナー二塁のピンチを背負った田中、まあ三投はさすがにないかなと思いますけど、一応警戒はしておきましょう。ここは三球三振、スライダーで空振り三振、一番デイビスを三振に仕留めた田中。真ん中低めに決まるスライダーでした。まずはストレートから。これはショートゴロですね。これでツーアウトまで来ましたが、ここで3番強打者カブレラを迎えます。このスライダーをファールにして、ツーストライクと追い込みましたね。ここはちょっとボール気味のストレートで目線をそらしたら外角に逃げていくスライダーで空振り三振が欲しい。ちょっと真ん中に入ってしまったスライダー、これがファールです。枕み通り外角逃げていくボール球になるスライダーでカブレラを空振り三振です。この回もノーアウトランナー二塁、なりましたけどね、なんとか0点で抑えた田中です。でさらに、スコアレスのまま回は進んで6回の表、マルチネスを迎えます。先ほどマルチネスには打たれてますからね。ただここはファーストをファールフライに打ち取っています。そして、5番セスペデスです。このスプリットがファールボール。マキアン要求、久しぶりのシンカーです。このシンカー、内角高めに決まって2球で追い込みました。最後はスプリットで空振り三振。エンジンかかってきましたか？そして6番 JD マルチネスです。このスライダーは大きく外れてます。マキアン要求はスプリット、いいところに決まりました。空振り、これでワンボールツーストライクになりました。最後はストレートですね。球威をきっちりと決めましょう。
最後は見逃し三振、6番マルティネスを見逃し三振に切って取りました。さあロドリゲスですけどね、そろそろヤンキース点取ってほしいけど無理か。7回の表になります。依然スコアレスのまま田中、この回90球に到達しようかという87球になってますね。おお、これはスイング、ナイス審判。ああ、これは抜かれたか。この回も先頭打者を出してしまいました。先頭打者出すっていうのはね、かなり厳しいですからね。ちょっとフィールディングのミスが出た。ノーアウトランナー二塁一塁。この回ちょっと肝になるかもしれない。これもナイスバントですね。ノーアウト満塁か。そして1番デイビス、ちょっとダッシュが効かなかったですね。これはだ、スクイズ決めてきたか。この回1点を失っています。田中、これはセカンドじゃない、ショートゴロ。これツーアウトランナー三塁二塁。そして3番カブレラを迎えます。これ空振り三振、最初してね、スクイズを決められてしまいましたが、なんとか1点で抑えています。ヤンギース打線奮起してくれ。さ あ, あここで田中将大マウンドを降りています。まあちょっと残念ながらね、勝ち投手、させてあげることができませんでしたが、まあ、ただ田中将大自体はすごくいいピッチングをしてくれたと思います。7回1失点ハイクオリティスタートですね、決めてくれたので、まあ、ちょっと今回ね、打線の援護もなかったので、まあ、残念ながらね、このままいくと負け投手になってしまうんですが、最後までちょっとゲームを見ていきたいと思います。そのままヤンキース点取れずということで、タイガースの前にヤンキース敗戦してしまいました。ちょっとハイライトだけね見ておきましょう。田中将大ランナー出しながらもね、粘りの投球見せてくれたんですけどね。ああ、これはスクイズのシーンですね。初球スクイズで来ると思わなかったな。はい、というわけで、まあ、ちょっと残念ながらね、今回負け投手になってしまいましたが、まあ、次回のね、田中将大の登板こそは、なんとかね、勝ち投手にしていきたいと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いしたいと思います。最後まで、ご視聴いただいた方本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで。